やっとですね、スラムの、ボトムブラケットの、スペーサーキット、こちらがうちに届きました。アマゾンで買ったんですけども、なんか発送が海外からみたいで結構時間かかりましたね。 BB のところのクランクと、フレームの間に挟まるスペーサーです。あ、なるほどですね、こちらにプレスフィット BB とか BB30 の 68mm のものに対して、73mm になるようになるスペーサーになりますね。まず先にペダルを外していきます。先に外さないと面倒なことになりますね。そしてクランクを外していきます。まずは、6mm で化粧ボルトを取ります。はい、取れました。で、中のボルトを前回、すぐクランク変えるっていうのでやってて、あんまりきつく締めてなかったんで、軽く外せるようになってます。はい、で、こちら、左のクランクが取れました。スラムのクランクを挿していきます。まずは左で、今回スペーサーですね、こちらを入れて、締めはちょっと後でします。はい、これで一応装着できました。こちら隙間なんですけども、少しまだガタがありますので、こちらを回して調整していきます。はい、こういう形ですね。そうですね、これで今隙間はなくなったんで、
じだと思います。はい、今48ニュートンで設定してあります。これで締めていきます。8ミリのレンジですね。さっき10ミリと間違えていっちゃいました。8ミリで ではペダルをつけていきます。とりあえず本日はちょっと後でしますと、はい、これで5339のスラムレッドのカーボンクランクに変更になりました。